どうも、もたし平介です。今日はオンラインコミュニティの合宿で長野県の高原に来ています。車山高原スカイパークホテルからお届けしています。今日は在宅ワーク、ママ企業におすすめの方法と時間管理のやり方についてお伝えします。ママ企業において何からやったらいいのか、時間管理がね、どうやったらやったらいいかっていうのが、お子さんいる方にとってはですね、大きな大きな悩みだと思いますので、今日は実際にママ企業家として服作りのオンラインスクールを運営しているゆっきーに来てもらいました。はい。お願いします。はい、ゆっくーは。お願いします。はい、照れてます。では早速ゆっきーさんにお伺いしていきたいなと思います。まず今から始める人という人にとっては何から企業を始めたらいいでしょうか。そうですね、今からやろうとするんだったら、なんか自分の経験とかそういう強みとかそういうものを活かしたもので準備に時間がかからないようなものから始めた方がすぐに収入につながるかなと思います。なるほど。じゃあ今までの経験とか強みを生かして準備をなるべく少なくしてまずは始めるというところが大事かなというところですね。はい、では始めますというところのファーストステップが今のところで分かったと思うんですけど、次にどんなこのステップを踏んでいけば実際に仕事として成り立っていくのかなというところを教えていただけますか。そうですね、まずは初めにやり方を知るってところが、やり方を知る、うん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 、やっぱり何をしようって思った時に、まあ、情報発信をしていけばいいってことは分かってたんですけど、うんうんうん、どんな媒体ですればいいか分かんないし、どういうことを発信していけばいいかっていうのが全く分からなかったので、うんうんうん、まずはどういうふうにすればその収入につながっていくのか、うんうんうん、っていうことを勉強していったので、まあ、それが一番かなと思います。なるほど。その勉強方法っていうのはどのように身につけていったんですか。そうですね、 YouTube で、まあ、こういうふうにあの無料の情報、平介さんとかいろいろ出してくださってるので、うん、そういうのを見たりとかして、うんうん、あとはもう有料のものを実際に成功している人から、うん、まあ、情報を学ぶっていうところをしていきました、うんうん、なるほど、分かりました。ではやり方が分かりましたと、その次にはどんなステップを踏んだらいいですか。コンサルだったりとかすると実際にその商品化をして世に出すっていう感じですね、うん、で私はその1回のそういう講座とか講義とかで、うんうん、その服作りっていうのは絶対できるようなものではないので、うんうんうん、もう1から10まで全て教えられるようにしたかったのでスクールという形式にして、ね、しといて、ね、うん、出したっていう。なるほど。はい、ちなみになんで服作りに行こうっていう感じだったんですか。私はあの息子が生まれてから服作りに目覚めて、うんうん、こういう風にお揃いの服とか作ったりして出かけていたら、うんうんうん、服作れてるのいいねとか服作りって難しいよねみたいな声がたくさんあって、うんうんうん、あ、できない人って多いのかなって、うん、作りたいって思ってるけど難しいって思ってる人が多いので、それサービスにしたら成り立つかなっていう、ね、うん、なるほど。っていうことは自分の経験とかを生かしてそれを困ってる人がいるなというところを紐付けてサービスにしていくという感じですね。で、まあ、商品をじゃあ作っていくときに、なんかどんなことを工夫したとかってありますか？そうですね。まあ、実際に発信していったのが、自分ができることであったり、うん、何を教えられるかっていうことをどんどん発信していったんですけど、うん、一つ間違えたら日記みたいになっちゃうっていうことが多いので、うんうん、なるほど。やっぱり教えられる人ですよってことをしっかりと分かってもらえるような情報発信。なるほど。っていうのと、あとは自分にしか教えられないようなことを。やっていく。うん、やっていく。あとは、これを見ている人、ママの人とか、多いと思うんですけども、お子さんがいる人にとって仕事のスタイルというのはどのようなスタイルが実際自分でやってみておすすめかなというふうに思いますか。そうですね、私半年前まで、うんうん、その会社員として仕事をしていて、うんうんうん、家で仕事がしたいなっていうふうに思っていて、うん、このオンラインで始めるようにしたんですけど、やっぱり本当オンラインで家で時間を気にせずに仕事ができるっていうのがものすごくいいなというふうに思ったので、うんうん、やっぱりこれからその子育てをしながら子供との時間を守りながら仕事をしたいなっていう人はこういうオンラインで SNS を使ったビジネスっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。なるほど。でキーポイントとしては、まあ、オンラインで、まあ、いつでもどこでもできるというところと、まあ、SNS を使ってやるというところがポイントですかね。こういう旅行に来てもできるっていうのが、うん、オンラインの強みだなって本当に思うので。そうですよね。今も名古屋からですね。名古屋からですね。はい、まあ、そこがオンラインの強みかなと思います。でオンラインでやっていくにあたって、そのみんな発信とかをね苦労すると思うんですけども、その発信とかこうどうやってやり方とか身につけていったのかと、あとは多くの人が続けられないという方が多いと思うんですけど、それってこうどうやってユッキーは解決していったんですか。そうですね、どういうふうに学んでいったかは、まあ、やり方を教えてもらうっていうのが一番ですよねかな、うん、まあ、やっぱその道のプロの人に学ぶと、うんうん、自己流になっちゃったりとか本当日記になっちゃうんで。そうですね。やっぱり一人でやってると商品には繋がらないかなと思うので、うんうん、確かにそうですね、 SNS うまくいってる人ってね、基本的にやっぱり我流でやって伸びたっていう人はほぼほぼいなくて、うん、みんなやっぱどこ
こかしらに一回習ったりとかしてるなっていうやっぱ印象もあって、うん、まあ見てる人でね困ってる人がいたらやっぱそこはまずは習いに行った方がいいかなと思いますし、まあどっかわからないなという方はですね、僕はいろいろやってるので概要欄から見ていただければと思います。あとはその継続ですね。継続はやっぱり仲間かなって仲間、うんうんうん、で一人では絶対にできなかったなと思いますね、うんうん、まあ、質問できる環境とかもあった方がいいし、うんうん、あとはまあみんなが頑張ってるんだなみたいなことを見られるような環境が一番かなとは思いますね、うんうん、はい、ありがとうございます。そんなね環境であるですねコミュニティにも参加してくださっていて、まあ、最近ね YouTube チャンネルも1000人突破しました。はい、ありがとうございます。じゃああとはやっぱりみんなお子さん持ってる方っていうのは時間があんまりないとか、ね、時間が取れないっていう時間についてね時間について悩んでる方が多いんですけれども、そこら辺の時間管理についてはどのようにこう解決していきましたか？自分で仕事を辞める前と後か、うんうん、で一番変わったのがその無駄な時間を本当に減らすことができたなと思っていて、うんうん、ネットサーフィンしてたり、うん、ネットのコミック読んだり、はい、ドキAmazon プライムずっと見てたりとかドキ海外ドラマとかずっと見ちゃうんです、うんうん、まあ、そういう時間ってなんか無駄なようには思わないんですけど、それを取り除いたら本当にいろんなことができるので、まずそれを取り除いて、うん、であとは私夜遅くまで起きれない人だったので、うんうん、まあ、早寝早起きをして時間を稼いでいたりとか、うんうん、あとは動画とか見る分だったら家事をしながらとかもできるので、なるほどなるほど、隙間時間にいろんな勉強していたっていう。いいですねいいですね。隙間時間をうまく活用するっていうのが一つ目と、もう一個はやっぱり、ね、みんな時間ないとは言え実は結構ねダラダラしてる時間が、うんうん、あったりするので、まあ、そこを削減して未来のために時間を使っていたと、うんうん、まあ、そこで、今のような結果が出ていたっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。ということでね、今日はママさんのためのビジネス動画ということでお届けしました。でユッキーのチャンネルも概要欄に貼っておきますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。今後もビジネスに役立つ情報、オンライン発信についての情報を随時更新していきますので、気になる方はまたチャンネル登録しておいてください。じゃあそこに向かってバイバイします。じゃあ今日も動画を見てくれてありがとう。バイバーイ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 。はい、バイバーイ。バイバーイ。